カルチャーラジオ加藤泰造の幸福論何が人を幸せにするのか第1回今回は「人の心を動かしている無意識」というテーマで作家で早稲田大学名誉教授の加藤泰造さんにお話しいただきますなおこれは東京青山のの NHK 文化センターでで収録したものです。 全体のテーマがあの幸福論なわけですけれども、まあ、最初にその人の心を動かしている無意識というたのはとにかくその無意識の重要性っていうのがなかなか我々はあの認識してないしで、ま、周りからも無意識っていうのがこんなに大切だっていう情報はあんまり入ってこないわけですね。だけどおそらく人間の我々の日常生活も 大きく言えば今の世界の情勢もあるいは人と接する他人もあの無意識を理解しないと正しく理解するっていうことはまずありえないだろうと思うんです。で例えば僕はまあ,あのラジオのテレホン人生相談っていうのを40年以上50年近くやってるんですがそうするとですねよく聞かれるのは。 40年以上人の悩みを聞いていてどういうふうに悩みって変わりましたか時代ごとの悩みっていうのはどういうふうに変わってましたかっていうのが、まあ、よく聞かれるんですねところがあの変わってないんですね40年50年もっと言えば。 あの今の人間の心理の最も重要な親からの自立とかなんとかそういうオイリプス・コンプレクションていうのはギリシャ神話からみんなできてるわけでナルシシズムなんていうのももちろんそうですねご存知のようにまあ今いろんな少年たちの犯罪が起きるわけですものすごい残酷なのあとあの残酷なのは何であんな残酷な事件が起きるかっていうとやっぱりその加害者の側の ナルシシズムが傷つけられたことなんですよねで、要するにそのナルシシズムが傷つけられたことの怒りというのはものすごいわけですよところがそのナルシシズムと怒りの関係というものが残念ながらああいうものすごい凶悪な少年犯罪が起きた時僕の知る限りはあのメディアで指摘されるということはないんですね ところがそのナルシシズムっていうのはご存じのようギリシャ神話ですからでもっと言えばですねそのまあテレフォン人生相談なんかでよく相続の問題の悩みの相談が来るわけですけれどもねそんな問題っていうのはもうギリシャ神話はこれだから50年人生相談やってたからなどんなふうに悩みか変わりましたかなって言って。 50年のタームなんか関係ない何千年以上にわたって基本的な問題変わってないんですですので基本的な問題は何かっていうとやっぱりその無意識なんですね無意識のが問題でそういう問題が起きているところが無意識の重要性っていうのがこうはっきり表面に出てきたのはもちろんフロイド以来ですけれども。 いや実は無意識ってことは大変な問題なんだっていうような意識っていうのはあんまりないんですよね。フロイドというとすぐに人間のを根源的に動かしているのは性の衝動だという性の衝動っていうところに関心がいっちゃって無意識にいいかないだけどまあフロムなんかに言わせれば人の社会科学の研究の中で歴史上最も 大きな発見っていうのは無意識の発見だと言って。で、とにかく無意識というものを理解しないとですね。まず、いろんなことは理解できない。ですから、まあ、ちょっと前ですけれども、清瀬の方で女子中学生が。マンションの六階から飛び降り自殺をしたと。で、お母さんなんて言ったかというと、スキーに行きました。お誕生日やりました。楽しいことばっかりです。楽しいことばっかりで。 でなんこか,かりませんつまり楽しいことばっかりで自殺するはずないんですけど楽しいことばっかりです。でその親の側はもちろんその嘘をついてるわけじゃないわけですよ。我が家は楽しいことばっかりだというふうに親はじ信じているんです現実の家庭は不快でもう悔しさで不愉快でどうしようもないんだけれども楽しいことばっかり。 何を言ったかってこのぐらい意意識識と無意識っていうのがずれるわけですよですから新聞見るとですねどの事件をとってもいいわけですけどとにかく見知らぬ主婦を殺してしまったとかなんとか高校生がですねそうすると学校の責任者の教頭先生が出てきて何というかというと「模範的生徒でしたと」って。 で関係者なんだかっていうととにかくもう素晴らしい生徒でした要するになんでそんなに素晴らしい生徒がそんな事件を起こすんだっていうんですけど要するに絵に描いたような幸せな家からそういう凶悪な犯罪人が出てた時にメディアは何と言うかっていうとなぜだって言うんですよ。 なぜだと言って1年後に「いやこうだった」って言うならいいですよ。もう何十年にもわたって「なぜだ」って言ってきて僕が気が付いたのはまあ10代の頃ですから要するにある少年が自殺した時新聞が大きく「なぜあの明るい子が」って出てたわけですね。明るい子が自殺したらなぜだって これは基本的に無意識の問題なんです無意識にまで関心をもせればこれはなぜだじゃなくてやっぱりねそりゃそうですよっていうこれは無意識のことを考えないからどこまでいっても説明ができないでなぜだ取材を進めば進めるほど謎は深まるというような形がずっと続いてるんですね。つまり今の問問題題どこが問題かというと 教育に熱心ななでで不登校が問題になるんですよねつまりこの教育不熱心なところでもっていろんな問題の子が出てるんならこれはいいとは言いませんでしょ問題が出てるわけですからでもこれは解決の方法っていうのは見えるわけでしょところがすごい教育の熱心な過程から問題が出てきゃってるわけですよ努力が報われないっていうか努力はマイナスに出てるゃうんですね であとでちょっと触れますけどロノ・メイという人は人間の意思は自己破壊的にに働くというふうふってるんですね、まあ、どういうことかっていうと例えば大企業のエリートサラリーマンエリートコースを突っ走った人がうつ病になったりですね自殺したりってことはよくあるわけですねそういう人たちっていうのは努力してないわけじゃないんですよ努力して遊びたいなと思うときに我慢して勉強したんでしょうね おそらくは俺もこんなにサボりたいなと思った時にサボらないで一生懸命努力したそれで一生懸命働いただけども頑張って頑張って最後うううつ病だだ自殺だどうしようもないですよ今大変問題になっているうつ病なんていうのはやっぱりうつ病の病前性格というふうによく言われるように真面目な人が多いわけですよ。あの 自殺した人でいい加減な奴なんていないですけどみんな真面目な人ですからだから何がおかかしいいのかっていうことですよで要するにいろんなことがね説明できないですで全部説明できないことをなぜだっていう形で、えー、片付けてしまってるだから今の日本の問題っていうのはその心の問題が大切なんですけど心の中の無 無意識の問題ですよね。あの病気っていうとですねところが今大学でもって病気による休学なんていうのを調べてみるとその病気っていうのは肉体的病気じゃなくて心理的な病気なんですよねうつ病とか脳色だとかそういうことで学校来られなくなってるんです。 日本人は今はも社会的適応性っていうのは世界最高なんでしょうけれども情緒的適応性っていうのは世界最悪と言ったらちょっと言い過ぎだと思われるかもしれないですけれども例えば OECD の25か国の調査を見るとやっぱり一番孤独な子供っていうのは世界で日本なんですよね。で父親を尊敬しているっていうのも世界で一番日本が低い。 母母親親の生き方を学ぶ母親尊敬も日本では一番低いんだ,だから何をとってもですね説明しようとすると日々の我々の生活からその世界の情勢まで無意識っていうものを無視してはですねもう説明できなくなっているわけです。 まあ世界の情勢なんでそれと関係あるんだって思われる方もいるかもしれませんけど例えばですねこの中で戦争賛成の人を手を挙げてくださいって言ったら誰もいないですよ100人集まれば100人戦争反対です100人あれば100人平和がいいって言ってもう100人のうち20人が戦争賛成だっていうんだったらまあそれはそういうこともあるかなっていうんだけど100人のうち100人戦争反対なんです。 だけど人類のの歴歴史史は戦争の歴史なんです世界中の人間が核はないことを望んでるなら核なくてはいいじゃないですか世界中が望んでるんだからだけどなくならないわけでそれは核なら核っていうと核保有国っていうとアメリカ中国ロシアとかそういう発想をするから核はなくなる。 過去は人間の心の中にあるんだ人間の無意識にあるんだ,だから世界中がみんなこうだって言っても相場になるだ,だから日常生活を理解するんでも他人を理解するんでも世界を理解するんでもですねやっぱりその我々は無意識ということをしっかり理解しておくことがまあ必要なんです 我々がその無意識っていうものに関心を持ってそこに物事を考えていかないとですねまず何を間違えるかっていうと民主主義制度とか経済的繁栄とか科学技術制度とかもうそういうことで人間の問題を解決できると錯覚しちゃうんですそれは悪いって言ってるんじゃないですよそれは大切ですよここを間違えないでほしいそれは大切だ,だけどそれで人間のさっき言った 900聖書の時代あれからずっと人間の問題っていうのがあってそのアナに住んでいた頃から人間として生まれた以上どうしても解決しなければならないっていうものはもう持ってるわけです。でその人間としてどうしようもなく持っている問題っていうのはそちらのことで全部解決できないや やっぱり人間の心の問題は心の問題を自分たちが直視して解決していかなければならないんじゃないか。で無意識というのはどういうことかって、まあ、これはまあ定義みたいなもんです目新しいことでも何でもない要するに記憶情緒欲望願望充足的空足のいかにかかわる要するにその人間の気持ちですね欲求そういうものがその自分にとって関係できない。 考え欲望とか考え方とか発想とかそういうものを自分の意識から排除しようとするな動きだからまあもともと単純に言えば自分に嘘をつくっていうことです。って望ましくくないから自分に嘘をつくで我々はですね小学校の頃から嫌というほど人につい嘘をついてはいけませんと言われてきたんですよ。だけど人に嘘をついていいとは言いませんよ。 だけど人に嘘につくことに比べれば自分に嘘をつくことの方がはるかに深刻です。人に嘘をついても人生は破滅しません。いや人に嘘と言ったら人生は破滅するったらほとんど人の破滅しちゃいますから、僕の人生も破滅しています。だけど自分に嘘をついたら人生は破滅する。例えばその夫が嫌いとします。 だけど夫が嫌いというこの感情は自分の生存にとって非常に危険ですよね離婚につながる自分の社会的立場が変化するこれは非常に危険ですから夫を嫌いという感情を自分の意識から排除しようとする排除しようとすする自我の働きなんですだから本当の自分の感情なんだけどもそれがないふりをしちゃう。 自分の中にある自分が見たくない感情っていうのがあるわけですよその見たくない感情を見ることが実は成長なんですけれどもそれが成長なんですけど人間のところが見たくない感情を見ないこれが抑圧ですだから人に我々は弱点を隠すということはよくやるこれはみんなが理解するわけです常識の範囲の中でところが我々は 自分の弱点を自分にも隠すってことをやるわけだつまりですね無意識の問題っていうのは常識の範囲内で理解できることではないんですよ。だから何かあると新聞はなぜだって書くんですだからアメリカのその ビジネスコンサルタントがいるんですけれどもそのアメリカのビジネスコンサルタントがですねまあいろいろアメリカの企業でも人間関係のトラブルでで相談があるわけですよそうするとまあ彼が言うには相談されたうちの8割がトランスフォームだっていうね目の前の人との関係じゃないです。例えば50代の上司が30代の女性の部下について相談に来る。 もうこの30代の女性どうしようもないんだと困るイライラするということをよく聞かない人その相談に来た人はその通り思ってるんだけどずっとその辿っていくと実はその上司が小さい頃妹がいて妹に頭に頭来ていたと例えばお母さんが病院入院しちゃって妹にもっと働いてもらわなきゃならない時に妹が好き勝手やって働かなない。 妹との関係でいろんな問題抱えてるわけです。で、その妹との関係が済んでないんですよ。で、妹との関係が済んでないままに会社に入って。部長までなっちゃった。で、今度は女性の部下が来たと。と、この女性の部下と。この上司との。生の関係ならいいんです。これは。頭に来ても。ところが、実は。 この女性の部下を通して、自分の昔の妹との未解決な問題を体験してるだけです。本当の自分の部下との感情じゃないんですよ。自分の何十年か前の妹との関係。つまり、我々はいろんなですね。心理的に未解決の問題を抱えているわけです。 でその心理的に未解決な問題がただ未解決ならいいんですけれどもその未解決な問題を全部今の目の前の人との関係に置き換えて動き出すわけですですから当然心理的に未解決な問題を抱えていいいればいる人人ほど今の人間関係は悪いですだって今のその部下だって別にその女性の部下は悪いわけじゃないからその上司が かつても自分の妹との関係を処理できていなかったというだけの話でしょ抑圧とは衝動の自覚が抑圧されるので衝動自身が抑圧されるのを意味するものではないここが大切なところなんです。自自自分分分ががのの感情が自分の意識から追放したといった でそれがなくななくるわけじゃないんですよそれはあるんです。でただあるわけじゃなくてそれが今の自分の行動に影響を及ぼしてくるんですだから今言ったように心理的に解決されてない問題が多ければ多いほど今の人間関係が悪くなっちゃうっていうのはそういうことですここが一つ大切なんです。 衝動を自分の意識から排除するということと消えるということとは全く違うんですそういうようにういろんなその抑圧されたものが消えてなくて現在の我々の行動に影響を与えてくるんですだから隠されてますから本人はなんで自分がこんなにくよくよするのかなんでイライラするのか分かんない。だから最初に言ったその お母さんですよね楽しいことばっかりって言うんだってすごいです本当の自分の感情を抑圧してるだけどその抑圧を認めないからもうそういう形のことが起きちゃうんでしょうねだから難しいんですよ偽装しちゃってるからなんか知らないけど財布を落としちゃったとかね 恋人から振られちゃったとかまあなんか落ち込むだけの理由がある人は辛い,いですよ。だけどそうじゃなくて何の理由も自分では思いつかないんだけど落ち込んでるってことはあるわけです。これが偽装です。偽装されて現れてくる。抑圧と抑制とは違うんです。抑制ってのはどういうことかっていうとカーッとして殴りたい相手をだけど暴力よくないで我慢するこれが抑制です。<laughs> 要するに俺はあいつを殴りたいって本人が分かっているんです本人の意識がちゃんと殴りたいんですで、抑圧っていうのは意識から排除されてますから私はこの人を殴りたいと思ってないんですよ私はこの人を好きだと思ってるですから大切なことはですね我々が認識している感情と実際の感情とは違うということなんです だから最初に言ったように楽しいことばっかりスキーに行きましたお誕生日楽しいやりました楽しいことばっかりこれは認識された感情です。だけど本当の感情は全く違うかもしれない全く違うからこそ飛び降りてるわけですよ。でまあこれと同じような例なんですけど例えばある一人娘がいて弟が生まれてきたこれはよく言われる話ですよね。 そうお姉さんの方は今までお父さんお母さん、まあ、親族いろんな人たちの注目を受けて満足してるわけですよところが弟が生まれてきたそうするとお父さんとお母さんは自分でなくて弟の方に関心がい 親族が集まると今までは何ちゃん何子ちゃん何子ちゃんってその子が中心だったのは弟が生まれてくるとお正月親族が集まるとその弟のことそっち側に関心が話題がいっちゃうわけですよ。とお姉さん面白くない少女は弟の出世を喜んでいる母親に逆らって親の愛を失う恐れのためまた姉としての罪悪感のために。 自然のの感情を心の中ににそこに閉じ込めたと。自然の感情は弟面白くないですから話題の中心が自分じゃなくなっちゃったわけですからこれがその成長の止まったお父さんになると歳になっても同じですよね家で話題の中心が自分じゃないとふてくされるようなお父さんがいるわけですからこれはもう幼児期の課題がまだ進んでない。 幼児期の課題じゃなくてもこんな小さな子供のお姉さんと弟との関係だってお姉さんの方は自然な感情は要するに小さい子供っていうのは独占あるわけですよお母さんを独占したいわけです。で子育てのうまいお母さんっていうのはこの子供の独占欲をうまくあ,あやしてあなただけのお母さんよっていうような顔をうまくしながらこう。 育てるそしてこの独占欲が満たされて自我が形成されてくるわけですこれをうまくやってるのはクラブのママさんだと思うんですけれども <laughs> 我々のせいやクラブのママさんは自分だけだと思ってるけどもうそんなことない <laughs> 要するに自然な感情っていうのはあるわけです自然な感情っていうのは良い悪い別ですよ。 だけどこの自然な感情は抑圧しないと自分が欲しい親の愛を得られないわけですもっと言うと真実から逃れる方法が抑圧なんです真実は親は自分一人じゃなくて弟の方も可愛いと思っているとだけどこの真実は耐えられないんです そこでこの抑圧が起きてお母さんに対するお父さんに対する憎しみを抑えちゃう弟に対する嫉妬も抑えちゃうということです両親に対しては自分の弟にまして可愛がられる評価のある子供であることを認めてもらおうとする涙ぐましい努力を続けるんです。 母親の愛を失うことは、幼い子供にとってこの上ない不安と恐怖です。これはもう信じられない恐怖と不安ですよ。だから、この恐怖と不安から逃れるためには親の愛を得なければならない。そうすると、自分の自然な感情は障害になりますから、自分の自然な感情は自分の意識から追放しちゃうわけです。つまり、その神経症と心理的健康な人との違いってのはいくつもありますけれども。 まあ、一つは意識と無意識識ととと無の乖離が深刻かかどうかといういことですよねでやっぱりこういうふうにありのままの自分を認めてもらっていないことが多いわけです我々はこのお姉さんのように。ありのままの自分っていうのは弟頭に来てるわけですから。だけど弟をいい子いい子って言うと「いい、えー、お姉さんね」っていうふうにみんな言うとそうすると。 弟に対する嫉妬や憎しみを意識から追放して弟を可愛がっていれば「いいお姉さんね」って言って愛を得られるわけですよ。という具合にですね我々はいろんな抑圧をしてつまりいろんな自然の感情を自分の意識から追放してそして認識した感情が自分であると思い込んで生きてるんです。 だからイライラすることもあれば理由もなく人の感情に反発するというかいつも怒ってる人いますよねいつもイライラしてるそのイライラしてる人だってそんな好き好んでイライラしてるわけじゃないですよ。要するにその抑圧されたものはなくなるんじゃない偽装されて出てくる。 だからつまり我々は今「独占欲」って言いましたけれども他者の期待に沿ううこととでで受けけ入れられらよすするわけです抑圧はその衝動を意識から除くことを意味するけれどもその存在を抹殺することを意味するものではないつまりその感情が自分の中から消えたわけではありませんよということです。 この抹殺することを意味するのであればですね我々人間の社会は本当に住みやすすい社会なんです本当にいろんなトラブルもなくてハッピーハッピーになれるんですよところが残念ながらいろんな本当の感情を我々は抑圧してるからでその存在がなくなってないからそれが偽装されて現れてきますから,だから基本的に悩みっていうのは 怒怒りりの変装でですすいろんんな怒りを持ってるんですよだけどその怒りを直接表現しちゃまずいいろんな関係全部まずくなっちゃいますから受け入れてもらえないですから他者に受け入れてもらえるためにはいろんな怒りの感情を自分の意識からのぞくんですだけどその怒りは消えてない、ね、それで消えない怒りが悩みとなって出てくるハイドンホステリティって言って隠された怒り これが悩みの正体ですハイドゥンホステリテリィだってそれじゃないとおかしいでしょ。なの悩みもなさそうな人がもう本当に悩んでいる人がいるわけですよ。で結構この人大変だろうなと思っても非常に楽しそうに生きてる人もいるわけですよ。外から見た通りの人間であればそんなに問題は大きくないわけですよ。まあフロイドは抑圧された衝動が本人は意識しない。 本人はここが大切な本人は意識しないんだ,だけどなお働き続けてその人に信じんな影響を与える本人は意識しないけれども抑圧されたその自然な感情というのは本人にいろんな影響はものすごい影響を与えるそれは抑圧された衝動が人に与える影響はそれが意識されている場合より必ずしも少なくはないと。 ベラウルフという人が「あなたの無意識はあなたの人間関係だ」っていうことを言ったんですけど無意識っていうのは無意識ですから本人が意識してないわけですから意識されたらもう無意識じゃないわけですよねだけどあなたの無意識分かると分かったら無意識じゃねえだろうと言うんですけどそうじゃないいやそれは分かるんだと人間関係を見なさいとあなたの人間関係があなたの無意識だと。 これがフロイドが言ってるように意識された衝動が人に与える影響それは影響を与えます怒りですから人間関係うまくいかないだけど抑圧されてもやっぱり人間関係うまくいってないですよとなんかその女子中学生が飛び降りたってことにこだわるようですけれども要するにお母さんもいろんな問題を抱えていてだけど全部抑圧してたんでしょうね だけどその怒りを表現しちゃったらその家庭バラバラになっちゃいますよだけどその怒りを意識から追放していても影響はそのぐらいですよとだからベラン・ウルフが言うようにあなたの無意識はあなたの人間関係ですつまり家庭もうまくいってない職場もうまくいってない学生時代の友達もうまくいってない親族ともうまくいってないともう全部うまくいってないとそれはそれがあなたの無意識ですよと つまりあなたいろんなハイドンホステティですね隠しているだから今言ったようにその変な行動を取るっていうことの中にももちろん現れるわけですよ変な行動っていうのはよく新聞でえー、っていうようななぜだっていうようなことが出ますよね大変裕福な女性がデパートで万引きしてなぜだと要するにお金がなくて万引きしたっていうのはこれはもう常識ではないわかるわけですよところがなんか知らないけど裕福な人が万引きした あるいは潔癖症なんていうのもこれ説明できないですよねもうそこのドア開けて出たらもうすぐ手洗ってなきゃい,ないこのパソコン触ったらもうすぐ手洗わなきゃいけないおかしいですよねそれやってる行動はおかしいけど心理的にはおかしくないんですこのある潔癖症の例で言いますと潔癖症になったその奥さんはですね本当は実は夫が浮気をして夫に対して殺意を持ってた で殺すときに刃物で殺すと思ってる。だけどそれはもう許されないですよ。人間の中でやっぱり殺人って一番悪いことですから。でこんなものを自分の中に持ってるとはもう当然認められないから。夫に対する殺意を抑圧した。で、問題は手なわけですよ。手でやろうとしてるわけですから。手がもう罪の象徴みたいなものです。 だから、もう、いつも手洗ってないと、いられないわけです。だから、そういう、うに、この、なんかですね、常識から考えると考えられないということは、世の中にたくさんあります。これは、あの、バーンアウトを、書いたフロイデンバーガーという、燃え尽き症候群という。バーンアウトという本がありますね、その、フロイデンバーガーという、ニューヨークの精神科ですけれども。 このマルサっていう女性を出してるんですけど30代の女性なんですけどね後半のその女性が結婚してで子供ができてエレンっていう子供ができてでしばらくしたら若い男性と恋に落ちちゃったんですねそしてフロイダ・マーガの時その男性と一緒にあのカリフォルニアの方に行きたいで娘大丈夫ですよねっていうの平気な顔して言って これは明らかかにおかしいわけです30代の後半の女性だったらまあ声に落ちるのはそれは自然な感情だからだけどそれに対する対処の仕方として「あ,あ私その若い男と言っちゃうわ」っていうのはこれはちょっと常識としては考えられないよく調べるとどういうことだったかっていうとその丸さはですねです興味もあった生きがいを感じていたところが結婚したと。 たまたま夫は家事に専念して子育てに専念してほしいと言ったんですでここが問題なんですけどその時にそのマルサは夫の言ってることが正しいと思ったで自分の仕事を続けたいという欲は正しくないと思ったんですねそれで仕事を続けたいという願望を抑圧したつまり 自分の意識から追放した。つまりどういうことかというと、その人はさっきも言ったように。自分の認識している自分と実際の自分とは違ったわけです。で、本当の自分の感情を正しくない感情として、自分の意識から追放して。で、そういう感情で、本当は熱を入れたくない。そっちの方が正しいと思って、そっちのことを一生懸命やってたわけです。 そうするとこの人実際の自分分と違った自自を毎日生きてますよねこの人自身はもう自分は正しい生き方をしていると思ってます。でこういうように実際の自分と認識する自分とか乖離してくるとやっぱり人生に無意味感が出てくると人生に無意味感が出てくると衝動に勝てないんですよね。とたまたま若い男と声におっしゃった はい、最後になるいくら飲んでもそれはないでしょうとあんだけ素敵な人がって思うけどもまあそう思いかないんですつまり彼女は働きたいという強い感情を正しいことをするために否定したんですねいいことをするために自分の自然な願望を否定したんですそのことで心の奥底に怒りが渦巻いていた つまり彼女は長いこと自分の本当の感情に触れないで生きてきたですからそれがまさに抑圧された衝動ですよ働きたいっていうのはでこれがそのまま表現してももちろん影響は出るでしょうね本当は働かないでくれと思ってるわけですからそこでトラブルは起きるだからもちろんそのまま表現してもトラブルは起きるけれども それを意識から排除してもそれが意識されている場合より必ずしも少なくはないと影響はつまりそういうことをやってるとつまり本当の感情が自分の意識から排除されるいいですか本当の感情が自分の意識から排除されると感情の揺れ心理的に不安定なんか感情の揺れのある人ってお意味ですよね なんか急に機嫌が悪くなったりなんか妙に不自然に明るくなったりですね他人の一言でもって急にこう機嫌が悪くなったり気難しい人っていますでしょうあの人気難しいのよってでそういう人ですつまりそんだけ感情の揺れがあるはずがないんですよだけども実際の自分の感情を抑圧すると それがその人の中から消えているわけではないから感情のの揺れというのがここは出てくるつまりその人自身が生きてないわけですつまりその人自身の固有の感情がなくなってくるんですつまり固有の感情がなくなってくるってことはいろんなものが自分にとってかけがえののななないものでなくくなってくる例えばこれだけはなくせない,とい人に渡せない,とい 大切しないそれは例えば恋人が編んでくれたもんだとか、まあ、例えば同様で言えば母さんが夜べして手袋を編んでくれたとこの手袋はどんなにいい手袋があっても買いがかないですよねその子にとっては、そういう大体不可能なものっていうのがあることが人生の豊かさなんですけれども全てが大体可能になっちゃうんです。 自分自身の固有の感情がなくなるとでこういうその自分自身の固有の感情がなくなってくることをマズローという人が疑似事故っていう言い方して疑似疑似って本当のものじゃないということですよね疑似事故って本当の自分に対して疑似事故っていうことです要するに疑似事故固有の感情がなくなると疑似事故っ疑似事故っていうのは前向きの意欲に欠けると成長の願望がないと で要するにその何かあると分からないけどイライラすると気持ちが沈むと何か体調が優れないと頭が痛いともちろんこれは内科のお医者さんに行ってこ原因があるっていうのは別ですよ我々一番最初に言ったようにその無意識の問題っていうのを我々今の日本人は非常に軽く考えてるんですよ。 でこのここのところをきちんと理解しないと自分自身もわからないし他人もわからないし世界の動きもわからないんですよつまり今言ったように体調が優れないで頭痛が持ちだ気分が沈むんだ何かわからなきいきれいだりすらいうイライラしてることは本人にも他人にもわかるけれどもなぜだか原因がわからないなぜか原因でわからないというのはこれはもちろん無意識で。 でその無意識がが後ででかるることが随分あるんです例えば小学校の時に感情の揺れがあってイライラして気分が沈んで体調が優れないで頭痛を持ちだったとだけど中学校になったら治っっちゃったとということがあるそういえば小学校時代私はあの先生のこと好きだと思ってたけども実は私小学校時代にあの先生のことは嫌いだったんだと。 気づいた時にいいたたとととにろんなここがが治っっちゃったということがあるわけです。でエレン・ザンガーさんというそのハーバードの心理学の教授がいるんですけれどもこれはアメリカでは大変あのいろんな業績を上げていて大変著名な先生なんですけどこのランガーさんがこうした受け入れがたい思考や欲望つまり 我々は生まれてからですね。ずっと自分の感情で生きていると思っているけど、そうじゃないんですよ。許された感情で生きてきているんですよ。こうした受け入れがたい。だから受け入れがたい。思考や欲望はひっそりと脇道から逸れちゃって、我々の意識の中にはないけれども、夢の中へ寝るとそこに現れてくるんです。 人間の生活には無意識の力が張りっていることを私たちに知らせようとすると。もし夢というものがなければ、私たちは無意識の存在に気づくことはないだろうと。まあ、夢がなければ無意識の存在に気づくことはないだろうとまでは僕は思いませんけれども、こんだけいろんなことがあれば、無意識ということじゃなきゃ説明もつかないことがあるんですけど、 要するにただその夢ということは非常にこう大切だ我々は自分で理解をするのね夢を理解しないのはその手,手紙をもらって封を分けるみたいなもんだというふうに言った人がいますけどそうです皆さんなんか夢を見たらしいなんでこんな夢を見たのかなっていうことは考えた方がいいわけです。 要するに原始的な衝動っていうのはこういう我々の意味の人文明社会では許されない衝動っていうのがたくさんあるわけですけれどもそれは変装されて隠された欲望として夢の中に現れてくるわけですつまり夢は意識から追放されてるものが現れてくるんだとだけど意識から追放されてるってことはその人の中にあるんだとだから夢の中にあるものはその 夢を見たというののはその人自身なんだと、まあ、例えばですねナチスの反ナチスの運動家の青年がねヒトラーと夢でもってヒトラーと話してる夢を見たこれは大変なことですよ。反ナチの運動をやってるわけですから。ところが夢でもってヒトラーと話してる夢を見たと。だから本当はだからヒトラー賛成なんですよ。だけどこれは悪いことだと思うから。 抑圧してるだけど心のそこでは自分はそういうことじゃない真の願望とと意識的考えとは関係ないだからそれが夢の中に現れる社会的に適応することはそのまま情緒的に適応することではないんです社会的に適応しる社会的で,ですから最初に言ったようにいろんな青少年の問題を起こしますけれどもあれ社会的に見事なの適応しているわけ。 だから学校でで教頭先生はそううやって言うわけです模範的政党だとだから社会的に適応してるっていうことと情緒的に適応するってことは違う。で次は抑圧っていうのはなんでそんな変なことが起きるのということなんですよ。真の願望と意識的考えとかなんで違うの本当の自分の願望と自分が意識して当たり前じゃないですか。 それがなぜそういうことが起きるのかというとつまり原因は恐怖怖なんです怖いフロムは孤立と追放つまり孤立と追放がつまり人間がもう最も恐れているのは孤立と追放だと集団から孤立して集団から追放されるだからその集団にとって都合の悪い感情を持つと その都合の悪い感情を意識から追放すれば自分は安心できるわけですよ人間が正気であるためには人と関わり合いを持たなければならないと。それは性や性の欲望にも増して強いものであるとおそらくこれがプロムが まあシンフロイド派と自分は言われているけれどもそのフ,フロイドとは必ずしも同じ考えじゃないんだというふうに言ったところだと思うんですけれども要するにその生への欲望なんていうものよりも孤立と追放の恐怖の方が大きいと集団は個人にととっってて本質的な重要性を持っているとだから自分の属している集団から追放されるというのは怖いわけです。大体ですね、人間は 嫌嫌いいとと、寂しさの選選択ををめられると嫌いを選びます。例えば夫が暴力を振るわ酒は飲むわ働かないわ外に女がいるわもうどうしようもない別れりゃいいわけですよ別れなさいよ別れたいこれは別れたいって言ったら必ず別れられますから裁判すればこんなのはどうぞ別れてください許可出ますよ に別れないなぜ別れないか一人になるのが怖いわけですよ。つまり人間は不満と不安の選択で不満を選ぶんですもっと言えば嫌いと寂しさでどっちを選ぶかっていうと嫌いを選ぶんですつまり相手にとって望ましくない感情を意識したら 一人で道に迷ってしまう時のような不安な気持ちになってしまうんです。敵意を持っていたら愛してもらえないと思うと相手から認めてもらえるための自分になろうとするわけです。そうすると相手から認めてもらえるための自分になるような自分の意識に変えるそれに反する感情を自分から排除し相手かから好かれたい 褒めめららられれれれれたたたたいいいいいい愛さ認受け入れられたいという気持ちが強いんですよだからそうならないように自分の感情を操作しちゃう要するにその人間は自分の本性を裏切るんですよね嫌われるのが怖いからことにその重要な他者から嫌われるのが怖いことに小さい頃で言うと親から嫌われるのが怖いわけです。 これはあの先ほど言ったフロイデンバーガーが自分の著書の中にも書いてあることですけれどもポールという副社長が燃え尽きるんですねでそれはずっと歴史をたどっていく時ポールっていう副社長はその音楽が好きだったわけです小さい頃。だけど音楽をやろうとするとお父さんがアメリカでもその時代にそういうことがあるんですね音楽なんていうのは女のやるもんだと男は偉くなれとスタディーハードビー・サムシングって言う そのポール少年はお父さんに認められたいことが強いから音楽が好きだという感情を自分の意識から排除してスタディーハートで頑張って頑張って会社の副社長まで行って燃え尽きたと。要すするにそこでで自分を見失うんですつまり人間っていうのは恐ろしいもんですよ。 本当の自分というの,の感情っていうのしっかり自分で持っていたら燃え尽きたりですねいろんなトラブルがないですそれはトラブルそのものがありますよだけどそれを処理する能力問題解決能力があるんです我々は人間として生まれた以上まあ皆さん覚悟してくださいもう問題はもう毎日毎日問題の連続ですだから 問題のない人生なんか望んだってこれ無理だよ大切なの次々出てくる問題を解決するだけど抑圧するとこの問題解決能力がなくなっちゃうんですねだから嫌な友友達を親友と思っている人はたくさんいます要するに自分には友達がいないと思うよりもですよあの人は私の親友だと思ってる方が楽なんですよ。そのぐらい 孤立と追放というのがござつまり一人になると怖いから自分を偽っても相手に受け入れられようとすると拒絶されて一人になることの不安がそうさせるんです好かれたい嫌われるのが怖いっていう気持ちともう一つある実際にある気持ちとが両立しないそうすると実際にある気持ちの方を 自分の意識から追放しちゃうそれから自分が変わることの恐怖人生は結局ですね予測可能性ってのは結構大切なんですよこの先どうなるかわからないっていうのはものすごく不安なんですよね自分の人生どうなるかわかんないですから先ほど言ったように酒は飲んのは働かないわ 外に女がいるはどうしようもない男別れりゃいいけど別れない別れたらこの先私の人生どうなるさつまり予測不可能性っていいうのすすごく怖いんですよそれでそのなぜ抑圧が起きるかっていうことはまずだから恐怖恐怖心があって抑圧が起きるとその次神経症的自尊心これはあのまあ 神経症的自尊心ですから、あの自尊心の中でもあれですよね、えー、神経症の方ですから、要するにこう現実否認自尊心を維持するために意地を張るわけです。本当はまあスパイブドウっていうのはもちろんイソップ物語の話です。あのブドウは酸っぱいとキツネが言ったっでキツネだってもちろんあのブドウが甘いっていうことは知ってるわけですよ。 だけどあの葡萄は甘いということを認めてしまうと自分はその甘い葡萄を取れないということを認めなければならないつまり自分はそれができないということを認めることは自分の神経症的自尊心を傷つけけるわけですもう俺は出世なんかしたくねえよとホだね出世するやつはあんな忙しくてね本当は出世したいと。 だけど出世したいってなっちゃうとこの競争社会で自分は生きていかれないってことを認めちゃうこれはもう自自分のの我価値の崩壊ですから。だからこういう神経症的自尊心があると本当の自分を認められないんですよね。本当はあのブドウは甘いこれは本当はですねあのブドウは甘いということを認めればブドウは欲しくなくなるんですけどあのブドウは酸っぱいと言い張ってるからいつまでたっても欲しくなる。 甘いレモンというのは辛あの酸っぱいわけですよだけどあれは甘いいと言いはる例えば自分の結婚が今うまくいってないだけど結婚なんてこんなものよって言い張るうまくいってるわ何の問題もありませんというふうに言いである要するに自分が結婚を今失敗してるということを言ってしまうと。 例えば昔の学生時代の仲間が、ま、幸せな結婚をしてるとそのライバルだった人たちが幸せみんな幸せなのに私だけ不幸って認めたくない、はい、そこで本当はレモンは酸っぱいのに甘い本当は自分の結婚うまくいってないのにうまくいっているわ私の家には何の問題もございませんとかつってものすごい問題出てくるのがあるわけです。つまり そのために虚勢を張るわけです虚勢っていうのは抑圧構造です本当は羨ましいんだけど羨ましいと認めたら自分の自我価値が崩壊するところがこれがですね莫大ななエネルギーの消費なんですだから何でもないのに疲れてるっていう人は大体そうですその何にもしないで疲れてる人は心の葛藤でエネルギーを消費しちゃってるんです でうつ病者なんかいつもじっとして寝,寝てたり何みたいな怠けてるわけじゃないもう疲れちゃった心の葛藤で疲れちゃうつまり現実否認には莫大なエネルギーの消費があるつまりそれだけ現実を認めるってことはつらいってことですでここが大切なところなんですがある心理を見たくない感じたくないという欲求は 全ての神経症に見られますジョージ・ベンバーーグこれジョージ・ベンバーグというのは今あのニューヨークで活躍している精神科医なんですけれどもニューヨークで活躍しているというのは実績上げてるというのはどういうことかというと実際にうつ病の人を治している実際にノイローゼの人を治していると実際に神経症の人を治している実際に心に問題を抱えている人を治している人です。それジョージ・ジジ・ョョーーーーベベンンババググ ある心理を見たくない、感じたくないという欲求はすべての神経症者に見られますとこれは先ほども言ったように見たくない心理を見るときに初めて人間はそこでぐっと心理的に成長するんですだから見たくない心理を拒否しちゃいますから心理的成長がないんですよねこれはベランウルフベランウルフっていうのは最近 日本ではブームになっているアドラーとほとんど同じ考え方は同じ人ですアドラーをアメリカに紹介したのもこのベランウルフですけどそのベランウルフは神経症者は自分の失敗を勇気の欠如と認めないで身代わりになるものを認めると簡単な言葉で言うとですね子供は図書館に母親と行きたくない行っても楽しくない でも図書館に行くことが良いこと言ってお母さんに認められるとなると良いこといるためには図書館に行くの楽しいっていうわけですところが本当は楽しくないのに図書館に行く楽しいって言っていくとほ,らもうほとほと疲れるまさに莫大なエネルギーを消費しますから。 これがいろんな調査で最近小学生とか中学生で放置していくとうつ病のなる可能性があるといういろんな夜になられないとか楽しいことがないとか疲れるとかそういう子が増えているっていうそれですよ翌月がんですお母さんと図書館に行くのが楽しくないのに楽しいわって言ってるお母さんと図書館に行くの嫌いなんだよ私でもちゃんと行って勉強しなきゃダメよなら行けよとかってもうこれだね これは抑制ですから抑圧っていうのは私はお母さんと図書館に行くのが楽しいと思うと楽しくないという実際の感情を自分の意識から追放しちゃう私は図書館にお母さんと行きたくないということを否定するそれが全ての神経障者に見られるいだいたいその悩んでる人っていうのはですねレッテルを貼るんですよね。 私はあの対人恐怖症ですとかね要するに何かレッテルををって責任を逃れるんですそれも心理を見たくないといつまりあの葡萄は甘いだけど自分は取れないってこれをいうことを認めてその自分の自我に統合されればこれが何も安定を揺さぶられるかとかこれが本当に心理的に安定した人ということですよね。 自我の中に統合されるところが抑圧するっていうことは自分の自我に統合しないことですから意識から分離されてそこにあるわけですから統合されてないつまり抑圧があるということは自我の統合がなされていないということですだから安定を揺さぶられるとだから何で抑圧が起きるのかっていうと第一は我々の恐怖心それからその 神経症的な自尊心それから認めるのが恥ずかしいで過剰に適応した人この前の適応というのはもちろんその社会的適応です過剰に社会的に適応した人は行進欲求のような欲求を排斥しながら行進欲求というのは唇の欲求ですよね人間の欲求というのは最初に唇に出ますからところがそんなものは ないそんなものはもう年齢から見て恥ずかしいですから40歳になって更新要求だなんて言って小さい子供は更新要求を持っているらは自然なことですけどそうするとそういう更新要求を自分の意識から排斥しながら意識的に自分の人格を作っていくつまり過剰に適応した人っていうのは後ではいろんな問題を起こす人です。 問題を起こす人ってのは先ほども言ったように非常に真面目な人がいろんな社会的事件を起こす若い者でも年を取った人でもみんな問題を起こしますだけどすごく社会的に立派な人だだけどそういう人っていうのはそういう更新欲求っていうのは更新欲求だけじゃないですよそういう幼児的願望を自分の欲求から排除して 自分の意識から排除して無意識に追いやってそして意識的に自分の人格を作ってくる本当は自分の人格を作っていくっていうのはその本当の欲求を自分の自我に統合してそれで人格はできるんだよこれ否定することじゃないんです認めて自分の中に受け入れることで人格の統合性っていうのができるんそれです。 ここが一つ大切なんです自己実現している人は矛盾に耐えられるつまり人間は元々矛盾した存在なんですよだけども自己実現してない人本当の自分で生きていない人自分自身を放棄してしまった人人を認められるために自分を偽ってしまった人というのはこれは矛盾に耐えられないからどちらかを意識から追放しちゃうわけです。 そうすると先ほど言ったように意識と無意識の乖離が生じますからここで先ほど言ったようないろんな問題が出る。だけど自己実現している生きてる人って矛盾はあるんだけどこの自己実現して生きてる人っていうのはその矛盾に耐えられるといずれにしろ抑圧行動とはその真実から身を守る方法である。ということでですね要するに抑圧ということは。 人間も自分自身を理解する時にも相手を理解する時にも社会を理解する時にもそして世界を理解する時にも抑圧ということを理解しておかなければいけないということで第1回目の講義を終わります。 カルチャーラジオ加藤泰造の幸福論何が人を幸せにするのか第1回今回は人の心を動かしている無意識というテーマで作家で早稲田大学名誉教授の加藤泰造さんにお話しいただきました次回は幸せな人の共通性楽観的考え方と悲観的な考え方 というテーマでお話しいただく予定ですカルチャーラジオを終わります